リュウリュウ TV をご覧の皆様、お元気ですか？4連休初日ですね。まだね、感染拡大とをね、感染者数で、感じることが、多いんじゃないでしょうか。この動画の中ではですね、ちょっと中だけでもね、ちょっと楽しい時間をね、共有できればと思いますので、よろしくお願いします。本日はね、川上隆一 VS ワイン第2弾、赤ワイン編です。赤ワインですね。スペイン語でネグロって言うみたいです。はい、それではお楽しみください。どうぞ。こんにちは。リュウリュウ TV、川上隆一でございます。今回はお酒飲み比べてみましたパート2ということで、はい、今回はなんと赤ワイン編です。大好きと、はい、いうことで、ね、僕も結構自粛中に、結構家で赤ワインを飲んでたんですけども、はい、で今日はちょっとこちらの赤ワイン2つを、はい、飲み比べしてみたいと思います。こちらが某国から輸入されている赤ワインですね、はい、某国から輸入した赤ワイン。そしてこちらがスペインのカタルーニャ州で、作られている、ボルイドルという赤ワイン。はい、ネグロはね、ネグラっていうのは赤って、赤って意味らしいです。皆さん覚えてくださいね。ちゃんとこれ赤って意味ですからね。はい、ということで飲み比べしてみましょう。僕結構あのフルボディって呼ばれる結構濃いのが結構好みで、うん、これ一般的にはどうなんですかね、そういうの。どれがいいっていうのはなくて、まあ、各個人の好みでしょうけど、うん、まあ、私は比較的、まあ、ミディアムボディぐらい飲みやすいのが好みですけど、はいはい、まあ、本当にフルボディが好きっていう人も多いですし、まあ、これはもう一概にどれがいいっていうのはないですよね。うん、じゃあ簡単に開けます。これらもね、簡単に開けます。この2本はね、はい、行ってみたいと思います。じゃあ、そっち、2つ行ってください。あ、2本入れてもらえますか。何種類も入れるんですか。そのワインの、まあ、作り方にもよりますけど、もう本当一つのブドウだけで作ってる赤ワインもありますし、いくつかのブドウを入れたっていう、これもどっちがいいっていうのも、まあ、好みもありますけど、うんうん、まあ、フルーティーさだと飲みやすいですね、うん、そうですね、まるでブドウジュースかのような。そうですね、ブドウジュースに、なんかアルコールがついてるかな、そんな感じですね。なんかあのね、今人気のこうサイゼリアとか、うん、そういうところではこうね、ああ、本当ね、ガモ飲みできるわけですね。はい、そんな感じでございますね。これで美味しい。そうですね。はい、もう一つが、はい、ブルイド。ブルイド。おしゃれでございます。あのブルイドルっていうのは、はい、カタラン語でためらいっていう意味があるらしいです。ためらい。何でしょうか。馬があのあっちとこっちってなるじゃないですか。それがなんかそのためらいっていう言葉を表しているんです。あ、これどっちにも行きたいみたいな感じだったんですか。そうです、馬が。いただきたいと思います。ためらい、スペインのためらいを。あ、匂いが違うんですね、香りが。うん、うん、香りと、うん、酸のバランス、アルコール感、うん、果実感、すごくバランスよくできてます。なんか一口目がすごいスパイシーな感じがして、そうそうそう、わかります、うん、やっぱそうですか。なんかちょっと、うん、二口目には感じないんですけど、一口目すごい余韻が、はい、変わっていきます。すごいなんか飲み、あ、これもまた、いや、違った飲みやすさですね。これは どんな料理と食べたいです、飲みたいです。なんですかね、これは。
赤ワイン違いにやっぱりお肉料理が合うって言いますけど、うん、はい、意外と海鮮とかでも合いそうですね、うん、まあ、揚げ物もいいと思いますし、うん、パエリアみたいなのもいいと思いますし、うん、香りがやっぱ違いますね、うん、いいワインを作ろうと思ったら、あ、もうこれは水みたいな感じでどうぞね。まあ、いいワインを作ろうと思ったらもう 80% はブドウで決まるんですよ、うん、まあ、いいブドウを選ぶっていうところからもうワイン作りが始まるんですよ。皆さん、ワインはブドウです。いや、ほんと香りが全く別物ですね。いや、なんかやっぱこうでかいステーキでなんか、あ、そういうのもありますよね。こう僕結構そのフルボディ派なんで、でかいワインでフルボディガーみたいな感じが、和牛の方が好きですか、それとも赤身の方が好きですね、うん、の方がいい、赤身の方が僕は好きかもしれないですね。今どこ行ってもやっぱり和牛がどこの国でも人気が高いんで、はい、スペインでも赤ワインと和牛っていう一緒に飲まれるんですよ。ステーキハウスみたいなのもあるんですか。あの、まあ、もちろんちょっとモダンスパニッシュみたいなのもあって、そういうところで和牛、まあ、大体和牛だって神戸牛って書いてあるんですよ。神戸じゃなくても、お、和牛と神戸牛って書いてある、はい、思ってる人が多いので、その方が通りがいいみたいなんですけど、ただやっぱりあんまり和牛私も大好きなんですけど、はい、あんまり脂身が多いと、まあ、ちょっと私は食べきれないんですけど、うん、スペインとか欧米人の人もいくらでも食べますね。大食いですか。もう食べる量が2倍3倍ぐらい。ああ、本当ですか。肉もガー、ワインもガーみたいな。そうですか。もうかなわないです。ちょっと僕もプロレスラーとしてね、こうスペイン行ってみたいですよね。ですね。スペインに行ってね、試合をして肉を食ってしてね、このワインを飲むね、ちょっと夢がね、ちょっと増えました。面白いんだけど、このブドウがテンプラニーニョってブドウを使ってるんですよ、はい、テンプラニーニョのブドウっていうのは黒ブドウなんですよ、はい、黒ブドウがまあ赤ワインを作ってるんですけど、あと 白ワインは白ブドウを作るじゃないですか、うん、でテンプラニーニョっていうブドウを このワインも白ワインなんですよ、使ってるんですけど、黒ブドウの房とかに時々白いのが混ざってたりするじゃないですか、はい、それを取って増やしていって、テンプラニーニョブランコっていうのはブランコ白って意味なんですけど、はい、そういう突然変の白いところを、まあ、増やしていって作ったブドウなんですね。結構希少ですよ、これ。希少なんですよ。すごいいい